安価でオーダーができるもの、激安でも失敗しないためのオーダー、かなりいい革でめちゃくちゃいろんなことができます。いいものだとは限らない、使いたくないグローブになります。はい、どうもクレイジーピーです。本日の動画は久しぶりにいろいろなグローブについてね、紹介していこうと思っております。以前にね、やったことあるレーダーチャートみたいなのつけていったと思うんですけど、今回はね、激安オーダーということでね、安価でオーダーができるものっていうのをね、ちょっと調べてきました。実際今回は手にはめたことあったり使ったことがあるものに関しておしゃべりさせていただいてますので、激安でも失敗しないためのオーダーレーダーチャートをつけていこうと思っております。じゃあ早速始めていきましょう。せーの、お願いします。ということで、今回やっていくメーカーは5つあります。で、5つの中でも5項目分けさせていただいております。革質、操作性、オーダーでね、どの辺までできるのか、まあレア度で、おすすめ度で、今回はレア度って言っても大体マイナーメーカーになるんですけれども、その中でもですね、まあ人と被らないんじゃないかなと思うものね、点数つけさせていただきましたので、最後までご覧ください。まず一つ目に紹介させていただくグローブがアシュラ。料金が 36,000 ぐらいから公式用のオーダーができますと。大体公式用って言って今相場はどれぐらいかな、5万円から6万円ぐらい相場で、オプションつけないでもそれぐらいするんですけども、これが3万6000からできるということで、かなりお安く作れるメーカーになってますね。革質の方なんですが、3点を付けさせていただいております。やっぱりね、激安っていうこともあって、ちょっと張りが少ないような気がしますね。ちょっと柔らかいようなグローブになってしまうような気がしてましたので、実際僕が付けてしまったやつの個体がそうなのかもしれないんですが、まあそういったグローブもあるっていうことですよね。操作性に関しましては、これも3点付けさせていただいております。良くもなく悪くもなく、言えばちょっと特徴のないような操作性でした。種類の多さとしては、いろんなオーダーが来きそうでしたので4点付けさせていただいております。そこそこね、色の種類もありましたし、刺繍の種類もありました。まあオリジナルが結構作れるんじゃないかなと思いますね。レア度で言うと4、大体被ることはないかなっていうブランドですね。まあそこまで有名なブランドではないので、そんなに被ることはない、このマイナー感の中でも被ることはそんな少ないんじゃないかなと思われるブランドでした。で、まあおすすめで言うと4ですね。まあ結構かっこいいし、使い勝手は良かったんで、3万6000のクオリティとしては、公式用としては満足いけるグローブが仕上がるっていうイメージはあります。ですのでアシュラ一応考えてみてはいかがでしょうか。一つ目はね、このアシュラというのを決めさせていただきました。続きまして、ドリアというグローブがあるんですけれども、皆さん聞いたことありますかね。これもかなり安くて、だいたい2万9000円ぐらいからオーダーが可能となっております。革質はですね、パンと張ってしっとりしたね、かなりいい革で4点付けさせていただいております。革質はね、結構大手メーカーにも引きを取らないぐらいいい革を使っておりましたね。操作性に関しましては3ですね。ちょっと革が厚い分重たさを感じたグローブでした。重たいのが好きな方にとってはいいかもしれないですが、軽いの好みの方にとってはということで3点で付けさせていただいております。種類ですね、これはね、かなりオーダーの幅が効きそうでした。指ごとに色が決めれるのは当たり前なんですけれども、まあ大手に負けないほどのね、オーダーができるっていうイメージがありましたので、4ポイントを付けさせていただいております。使ってる人っていうのはあまり見たことないので、まあレア度としては4かなっていう感じですね。激安の中でもあまり知られてない方なんじゃないかなと思っております。で、おすすめ度は4、品質は間違いないと思いますので、ぜひオーダーする際はね、ネットとかにも載ってますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。2つ目がノリアということで紹介させていただきました。続きましてなんですが、これ聞いたことあるかな、野球ギア JP っていうのがあるんですよね。これオーダー専門のやつなんですよ。公式用が大体3万5000円ぐらいからオーダーできるっていう形なんですが、一応思ったことあるんですけども、革質はね、正直言って良くない。2ポイント良くないっすよね。張りもなかったし、なんかパサパサしてるし、もう柔らかいのかなと思っても変な硬さが残ってるっていうかね、僕からしたらちょっとないなーっていう感じのグローブの革でした。この辺はね、まあまあ使う人によってね、変わってくるので、自分で手に取ってみてもらえればわかるんですけれども、ちょっとあまりよろしくなかったかなっていうので2ポイントで、操作性としてはまあ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 妥協点の3かな。まあグローブとして普通に扱えるっていう感じです。
種類としてはめちゃくちゃいろんなことができます。いろんな指にね、刺繍入れたりしますし、いろんな色を使えたりしますし、まあ、オーダー専門っていうことであって、まあ、かなりいいのかなとは思います。オリジナルグローブ作りたいっていう方は、まあ、これは誰にも負けんでできひんやろっていうグローブ作りたい方にはおすすめかもしれないですね。レア度はもちろん5ですね。見たことはないですね。まあ、ここ何年かは見てないかもしれないです。で、おすすめ度としてはさ、グローブとしてのね、完成度としてはそんなに高くはないので、おすすめ度としては3にさせていただきます。で、続きましてが、グラブワークス。正直言いましょう。革の質としては僕は2だと思っております。アメリカの激安のオーダーの革なのかなと。日本人には合わないんじゃないかなと思っております。操作性としても、まあ、やっぱりね、ちょっと重たいですよね。3。種類としては、まあ、いろいろ作れるんですけれども、きめ細やかさとか、刺繍の綺麗さとか、まあ、全てを求めるなら3なのかなと。あまりよろしくはないかなっていう感じです。で、レア度としては、まあ皆さんね、結構もう知られてるので、見つかってるからといって、それがいいものだとは限らないっていうのは、ここはちょっとポイントを一体にしていたい。みんなが使ってる安いグローブだからといっていいものではない。僕はおすすめしません。2です。やっぱりアメリカで作られてるグローブだなっていう感じがしますし、安っちい感じもすごいしますので、意外とね、使われてる方多いけど、僕はおすすめしない。です。あくまでも個人のね、見解ですので、その辺はご了承いただきたいんですけども、使いたくないグローブになります。で、続きまして、最後ですね、トップマン。これも3万5千ぐらいで購入できますね。クラブワークスはだいたい2万3千ぐらいからオーダーできるんですけども、それを聞いたらね、トップマン3万5千ってね、ちょっと高いような気はするかもしれませんが、革の質は4。かなりね、しっとりしたね、動きができそうな革ですし、操作性としてもね、実際そんなめちゃくちゃ重たくなくてね、4つけさせていただいております。で、ちょっとね、オーダーにね、できる範囲が決められているので、無茶はできないっていうところで3はつけさせていただいております。レア度で言うと、僕の親父ぐらいの世代の方は結構知ってるメーカーになるので2にさせていただきましょう。で、おすすめ度としては4。やっぱり激安メーカーとしてね、超大手には勝てるっていうところは少ないんですけれども、4ぐらいでね、使えるグローブになっております。ですので、今回ね、おすすめ度5っていうグローブがないんですけれども、それはね、やっぱ大手にはちょっとかなわないかなっていう正直な意見を踏み合いさせていただいております。全部ね、4万円切るグローブですので、ぜひね、一度ね、参考にしてもらって、全部を見てもらって、自分の好きなね、グローブを選んでいただければと思います。本日はね、こうやってね、激安のグローブを案内させていただきました。皆さんがね、オーダーに失敗しないようにということで、ね、日々僕も勉強していって、いろんな情報を今後も伝えれたらと思っております。本日の動画は以上になります。この動画良かったなと思う方は、グッドボタン。良くても悪くても、チャンネル登録はどうぞよろしくお願いいたします。Instagram、Twitter、TikTok やってます。こちらのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、いつものをやっていきましょう。せーの、あざした。バイバーイ。